どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、ちょっとこうおすすめのリボンアレンジをやってみました。で、まあお盆の時期とかにちょっとお子さんにやっても可愛いかなと思ってちょっと作らせてもらったんですけど、まあちょっと遊び心があるアレンジになってます。で、まあお友達同士だったりとかでディズニーとか行く時にこれお友達同士でやり合って行ってもすごい可愛いかなと思うので、まあ結構簡単にシンプルにできるアレンジになってますので、リボンアレンジ気になっている方よかったらこの方法でやってみてください。それでは動画をどうぞ。はい、じゃあまずリレイのバームからつけていきます。髪の毛全体をまとめるようにしっかりと毛先、中間、まあ、根元付近までしっかりとつけておきます。次はブラシで髪の毛をまとめていきます。下から上にブラシでしっかりと溶かしながら髪の毛を上にまとめていきます。なるべく高い位置でまとめたいですので、全体的に上にまとめて、だいたいまあトップですね、トップ、この辺りの上の部分に髪の毛をまとめます。で、上でまとめたところでゴムで結びます。で、毛先がお団子になるようにこんな感じで結んでいきます。で、次にこのお団子を大体でいいので半分に割ります。グッと。で、半分に割ったところのこの端っこですね、端っことこの根元の部分の髪の毛にピンを留めちゃいます。結構こことしっかり止まるように、ちょっと多めに止めちゃってもいいかなと思うので、ここがちょっと外れるとこの髪型の意味がないのでしっかりと止めてください。はい、こんな感じでピンで止まってる感じになってます。で、外れそうだったらもう一本つけて補強してください。次に前の毛先の髪の毛を後ろに持ってきます。ここの真ん中を通して後ろに持ってきてます。で、後ろでちょっと中にこう隠しながらアメピンで留めていきます。毛先の部分とかをこうしまい込みながらピンで留めてあげるとバランスが綺麗です。最後にお好みでリレイのラップミストを全体的につけて、この毛羽立ちですねを整えて、綺麗にバランスを整えたら完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。ちょっとリボン、大きいリボンですね。後ろから見た感じがこんな感じになってます。お子様にとか、まあディズニーランドとか行く時に結構おすすめかなと思うので、よかったら参考にしてみてください。